4人だけで乗り打ちしようとか、今日から3日間4人で乗り打ちしようと思います。ぼっちゃんだけさ、昼飯食った挙句によ、これ俺言っときますけど、マジで、はい、明日がっぽり言うて自分から言った時に何してるんですかって俺も出して言いますね。今日の4人の合計7万2500円になります。はい、じゃあ朝の朝礼始めます。おはようございます、大輝です。ゆうとです。よちゃんです。今日の予定をね、2日目の予定を、いや、一人足んないんですけど。あいつは、あいつは昨日あんだけはしゃいで調子乗っとった。もう明日はもうやる気満々やけんな。ユースさんのことばっくり。そうっすよ、稼働時間全然違うっすもんね。自分から言った時に何してるんですか。俺最後までメゴ姫売っとった後に、うん、早く帰ってからはマジ明日朝からぼっくり言ってやるよとか言ったっすよ、ね。うん、バシッて言いますけど、ダメとったお前は。頼むね、朝から俺がバシッて言いますけんっつってふざけとんねんあいつね。なしってや、自分が寝坊しとったやね。言いよったね、めっちゃ。山に埋めようか。山に埋めましょうか。いや、マジで。まあ、それはともかく、今日の予定を。じゃあ、俺から行きます。はい。昨日夜まで追って、うん、パチンコ牛タイム付きのあの、北斗無双あれが、実はラムクリしてないんですよ、毎日。毎日末なんですよ。うん、で、それの余り代、600いくつあったんですよ。うん。それをちょっと確実に、一緒に行こうかな。なるほど。俺はね、あ、どうも。まあ俺はね、狙いのある剣がサラバン2絆台が取れればね、抽選出て。朝から設定狙いですか。うん、それなりにホールには滞在しようかなって思ってる。今日はラストまでいるでしょ、最後まで。今日はね、さすがにね、さすがに頼むんですよ、連敗。最近あいつ調子乗った時にやかまし入れてる。どうする、マジどう懲らしめてやるの。いやー、まあありのままお届けしようか。じゃあそうですね、いつものね、ちょっと雷落としてくださいよマジでそんな感じでね、今日も一日頑張って。クルちゃんは、えクルちゃんナースそういえば、まあ何も言ってないやろ。あ、そうや、クルちゃんナース、まあ、とりあえずナースと大輝さんの抽選待って伝おうかな。そう、俺が決めたやつに乗っかろうとしようか。いや、まあ抽選よかったら俺がそっち言うとかなと思って。取り合い、こいつやばか、取り合い、取り合い、やばか、マジで身内で取り合い。まあまあまあ、でも俺が行くホールパチンコはリセットしてないけど、うん、スロットは結構リセットかかっとるけん、金太郎も打ったし、ガルパンとか、ガルパン、そうそうそう、今日ちょっと特定日じゃないけん、設定狙いはバオロケン。じゃあそういう予定で今日も一日お願いしますね。どこ行ってもいいかわからんとかさ、朝から何座っていいかもわからんようなホールにさ、朝から並びに行くの具悪くない。ただイベントっていうあれで並びたくないですもん。北斗無双ちゃんと取れたんで、622の据え置きの台打っていきたいと思います。昼までには片付けて軽く1万発2万発ぐらいは出して終わりたいと思います。じゃあ後ほど。
抽選終わってから待機しとるんやけど、入場までダメでした。もう絆もサラバン2もおそらく取れん番号やね。まあ一時剣変えなしながら剣に回ろうかなと。しかしさ、マジカズノマジで大きなったな。あいつマジで連絡なかったけど、バス撤去してやらんか。もうね、1回2回しか長けんじゃないっすよね。もう呆れるわマジで。ということで俺はとりあえず剣スタートで、じゃあ行きます。はい、どうもクロちゃんです。朝からリセット台が全く打てなくて結構暇しとったんですよね。今11時過ぎくらいなんですけど、吉宗の206ゲームが空いたんで、ちょっとそれを打っていきたいと思います。それでは。さんが着信20件来とるし、ごっつかな。電話かけすぎやろ、さすがに。やーべ、どうしよう。時刻が13時ぐらいです。で、ようやく出そうかなっていう台が来ました。今日なんか祭りが強そうなんよね。で、狙いやった絆サラバン2、サラバン2の祭りが開いたんよ。まあとりあえずね、狙いでもあるし、まあ、祭りが強いっていうのもあるし、打ってみようかなと思います。あいつまだこんな連絡マジで何しよっとかな。ほんとカズからかかってきた電話。やっとカズから電話かかってきたぞ。はい。おい。ああ、すいません、マジで。昨日はちょっと、2時か3時ぐらいまで飲み寄ってから、寝とったし、すいません。すいませんじゃなかって。いやいや、ちょっとすぐ行きます、けんが。ちょ、話あっけん、こう。ああ、わかりました。うん、待っとっけん。はい、すぐ行きます。おーい。パパって準備して、パパって行きます、けん。ちょっと待っておいてください。おー。はーい。あいつ、ぼっこ調子乗っとんな。何や今のテンション。寝坊したやつのテンションじゃなかろう。ふざけとる。イラつくな、マジで。ブチ切れてやろう、マジで。ぼっこ怒っとったね。まあ、とりあえず、すぐ行くっつったけど。もう一度出ようかな。
やばい、5店舗目っすもんね、ここで。今ゆうとさんがサラバン売っとるらしかけんが、まあちょっと住みながら、はい、くるちゃん、お疲れ。お疲れっす。話しよう、なんか中間みたいな。あー、今周り寄ったっす。ぼっくり寝ましたわ。いや、ぼっくり調子乗っとるじゃないですか。あーもう、まず気持ち良さそうな顔しとっすもんね。完全にこうやったね。いや、やばいっすよ。みんな稼働しとっと、稼働しとるっす。ゆうとさんが今サラバン売っとって、あ、大地さんハイエナーで、俺も何店舗か回りよってから。そう、確かに。ゆうつさんが今うち寄るのがまあ分からんっすね、まだ。いや、でもゆうつさんめちゃくちゃ切れてましたよ。あー、なんかめっちゃ着信入っとったもんね、完全に。20件ぐらい入っとった。買っとそう、今。ゆうつさんは負けとって、俺も負けとって、大地さんが買っとる感じですね。じゃあ全然浮いとらんやん、それ。全然浮いとらんす。くせえな、マジで。俺選んでも買っとけさ、そりゃ。俺に頼りやん、結局。ボリッと調子乗っとるやん。伊藤さん、中おっと。あ、中おるっすよ、今。あ、じゃあ、ちょっと行ってくるわ。ああ、わかりました。ね、あ、ちょ、すいません、寝ましたしゃーって。調子乗りすぎやな。やば、あいつ。来た。あー、これやったね、絶対。これやばいわ。お前、分かったやろな、お前。いやー、マジで。何回同じことするか分かってやわ。ヘラヘラすんな。1回じゃなかった、そんな。そりゃ人間やっけ、寝坊ぐらいすっさ。さあ、分かっさ。ね。でも気をつけようときもまるでなかろう。舐めとやろうが、人が。人の不幸ってマジ楽しいけど。舐めとやっか、態度は。どうしてるお前。あ、マジで。すいません。さっきはボリッと怒られたね、ゆうとさんに。キレすぎやろ、さすがに。ええ、お前舐めとっとか。大概にしとけよ、俺。あ？出んなよ、俺。あ？え？まあ、確かにね、寝坊は申し訳ないけどさ、そもそもさ、ゆうとさんがこの企画言い出してからさ、1日目初っ端からさ、保育士と食事会があるので先に帰りますとか意味わからん LINE しとってさ、自分がさ、まずさ、ちゃんと稼働しろよっていう。人に言うにはさ、まあ、こっちもさ、あ、ゆうとさん頑張るよんな、まあそれは俺も寝坊できんなとはなるけどさ、1日目からあんな態度やけんさ、こっちだってなんか別にいっかって感じになるやん、普通。ゆうと坊ちゃん、ほんとにもう、マジクソやな、あいつ。今日俺が来た店は2台並びの機種が、まあ、状況的にも仕事ありそうな台、まあ、何箇所かある。その俺が押さえた絆、隣の絆は知り合いの人が打ち寄ったんやけど、挙動的にはね、結構へこんどったんよ。結構へこんどったけど、まあ、仕事格は出てますっていう感じで、2台並びがありそうやけん、それを押さえて打ってます。やめられとったってことやけん、まあ俺が打ち出してからもね、挙動的にはどっちかって4より、まあ店の状況としてね、多分ほぼほぼ4以上はあると思うけん、9時過ぎぐらいまで打とうかなと思います。バキリスクチャンス獲得。
バジリスクチャンス。じゃあ結果の方からいこうか早速。はい、ね、俺からいきます。はい、今日打った台が合計5台でプラス27,800円。おい、朝1台目で37,800円やったっさ、そっから全負けで俺が朝はね抽選悪かったけん狙いに座れんで剣に回ったわけよ。次ホールの状況を見てはいなしようかなと思ったけど拾えず、1時ぐらいかなサラバン2の末尾が強かったよね今日。うん、うん、末尾が強くてでサラバン2の末尾が空いたけん周りがね結構強かったけんやめるにもやめれんってすごくおったんやけど、結果から言えばまあ4かなで、まあ結果がプラス2052枚。素晴らしい。でちょっとクロちゃん今おらんだけど、あいつが合計打ったのが4台、収支がマイナス15,800円。うん、まあしょうがないな。まあ俺は前矢島以外からの絆2、さすがにプラスで終わっとるやん。235枚の1500円負けです。なんて？え、4500円負けですね。まあ、継承じゃ継承ですね。しゃあないしゃあない、負けるのはしゃあないよ山に埋めに行こうで、足切断してでしょ、そうそうじゃあ、まあそれはいいとして、それはトータル、トータルの収支トータルが、うん、なんとですね、うん、46,900円のプラスです。ういナイスよう頑張った、みんなよう頑張った、カズ以外今度見きますか。金出さんくせに言うな。いやいや、出しますたまにはね、カズのおごりで。じゃあまあ、そういうことで、今日もなんとかね、プラスでね。そうっすね、明日で最終日っすよね。最終日パシットプラスに来てね。明日は特定日、明日特定日1店舗ね、あるね、はい、明日はさすがに寝坊せんごと今やっか。明日寝坊したら坊主やろ。坊主やろ。五輪やね、五輪五輪。俺がバリカンで剃ってやっけん。あれやろ、あの乾いたタオルでさ引っかかって引っかかってクコッってなるやつやろ。クコッ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 。めちゃくちゃいいじゃん、剃ったっすね。やったことあるよ、ね、あるある。いや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 、まあいいや。じゃあ、明日も頑張ろう。よし、こ、うん、んな感じで明日も頑張ります。はい、お疲れ様。お疲れ。